ということで、スーパーマリオっぽい何かをやっていくよ。4面まではクリアしてあるよ。ちなみに私、ゲームは全然上手くないよ。これ多分、最初のブロックにキノコが入ってるんだよね。死にました。知ってる？キノコは菌類だから野菜じゃないし光合成しないんだよ。あ、これ見て、このゲームのキノコ、微妙に変じゃない？まあいいけど、ちゃんとでっかくなるし。コインに何の意味があるかわからないけど、とりあえずなるべく集めるね。クリボーっぽいのとかカメっぽいのがうろちょろしてるね。あ、星が出ました。これはぜひ手に入れたい。無敵モードに入りました。トゥルルルトゥルルル。お花さんの化け物も倒せるよ。上にさっきとは違う意味で欲しくなる星があるね。でもブロックを崩しすぎて取れなくなりました。いつの間にか無敵モードも終わって、トゲトゲ野郎にやられました。しょうがない。右側から登って星を取ろう。トゲトゲ野郎は上から踏んでも倒せないから注意だよ。鳥さんとかクリボーっぽいのは踏むと倒せるよ。踏み損なって死にました。これでゲームオーバーだよ。見たか、これが私のゲームの実力だ。無料ゲームだからゲームオーバーになると広告が入るよ。この動画では飛ばしちゃいましょう。もちろんリバイブ、復活、だね。最後の旗が見えたね。旗の上の方に捕まりたかったけどうまく飛べずに地上に落ちました。まあでも一応クリアです。よきよき。それじゃあ次のステージへ行きましょう。気がつかなかったけど、星が2つしか取れてなかったっぽい。スタバ、天の国へ行くぞ。背景が一面空になりました。ステージの最初にあるブロックからは、キノコっぽいやつが取れる。でもすぐにクリボーを踏み外して小さくなっちゃいました。コントロールが難しいのよ。ビビりながら進んでるよ。星ゲット。ここは落ちそうで落ちない。落ちました。復活。慌ててまた落ちました。お、無敵スターだ。トゥルルルトゥルルル。コインを取ってたら無敵モード終了しました。あんまり活かせなかったね。落ちないかビビってます。左右のコントロールが難しいんだって。今回はそこそこ上の方に止まれました。クリアです。また広告が入ります。結構ギリギリな広告ですね。本物は違うな。と思ったら別の立ち物の広告でした。どういうことだこれ。まあいいや。星3つゲットでクリアです。次のステージでラストにしますね。引き続き大空のステージですね。死にました。ここにキノコがあるのは分かってるんですけど、青クリボーが邪魔で諦めました。あ、無敵スターが出た。突進しちゃいますね。上に星がありますね。
右からジャンプしても届かないので左から登っていきます。とかやってたら無敵モード終了。今回も無敵状態をあまり活かせず。うまく飛べないよ。よし、来た。また青キノコを踏み損ねて死にました。おしげと小さくたって色気はあるとよ。連続で敵を踏めてますね。調子が出てきたかな。ダメでした。ゲームオーバーです。というわけでお疲れ様でした。